いよいよ今回の動画で2022年間販売台数ランキングが決定します。歴代年間販売台数トップ3はこちら。というわけで2022年間販売台数第1位に輝いた車は、せーの、アラホシマセル。やっぱりスバルがナンバーワン、アラホーシマンセルです。スバル国内販売台数2022年1月から11月までの結果を振り返っておきましょう。ご覧の通りフォレスターが2位との差を引き離している状況です。注目は6位争いの WRX-S4 と BRZ、 2位争いのレヴォーグと XV、 そしてインプレッサはフルモデルチェンジということで、現行モデルについては生産終了に伴い販売店での在庫対応のみとなっております。それではスバル国内販売台数2022年12月度の結果を見ていきましょう。販売登録者対象は11車種でした。それではいきます。第11位、販売台数65台、ソルテラ。第10位、販売台数123台、ジャスティ。第9位、販売台数140台、 WRX-S4。 第8位、販売台数146台、レックス。第7位、販売台数159台、インプレッサ G4。 第6位、販売台数452台、 BRZ。 第5位、販売台数668台、インプレッサスポーツ。第4位、販売台数707台、レヴォーグ。第3位、販売台数709台、レガシーアウトバック。第2位、販売台数1212台、XV。 そして12月度1位を獲得したのは、販売台数2455台でフォレスターとなりました。フォレスターユーザーの皆様、1位獲得おめでとうございました。12月度の結果は、登録車が6836台、軽自動車が1317台で、累計は8153台という結果でした。昨年2021年の同月と比較しますと、登録車の販売台数はプラス 5.0% ということで、2ヶ月ぶりに前年を超えました。それでは集計を見てみましょう。2022年間販売台数、登録車81420台、前年同期比マイナス 2.0%、 5年連続前年割れ。軽自動車19438台、合計108858台、前年同期比マイナス 0.4%、 5年連続前年割れとなりました。内訳として見事第1位に輝いたのは25096台、フォレスターとなりました。3位 XV は12月に追い上げたのですが、レヴォーグが2位を守りました。4位のレガシーアウトバックは1万台超えてほしかったですね。現行インプレッサですが、まだ販売店での在庫対応となっていますが、2022年度の区切りとしてハッチバックのスポーツが7268台、セダンの G4 が1689台ということで、次期新型インプレッサにつきましてはセダンモデルの設定はなくなりました。6位の BRZ は12月に台数を伸ばし3951台、7位の WRX-S4 3539台の追い上げをかわしました。2023年につきましては XV に代わるクロストレックとコンパクト SUV のレックスが
フォレスターの次期新型モデルの登場で買い控えがある年になるかもしれませんが、どこまで肉薄できるか、またスバルのフラッグシップであるレヴォーグの立ち位置にも注目していきたいと思います。それでは次回スバル国内販売台数2023年1月度の結果発表でお会いしましょう。ぜひチャンネル登録、通知をオンにして評価ボタンをお願いします。ご視聴ありがとうございました。やっぱりスバルがナンバーワン、アラホーシュマンセルでした。